ートメイルがちゃんと向き合うようになって、キャノンの三脚リングライト編集ソフト、サムネを作る時のアプリが、おはようございます。今日はちょっと珍しく朝からメイクをしている Vlog なんですけど、珍しいっておかしいよね。そもそももう私の Vlog のほんとすっぴん率が高すぎて、私ももうすっぴんでいることの方がデフォルトすぎて、このメイクをしていることが珍しく感じてしまうのやばい気がするんだけど、まあそんなことは置いといて、ちょっと今日は午前中あの企業さんとのミーティングがあって、 Zoom でこうやり取りをしてたのでメイクをしてるんだけど、そうミーティングがさ久しぶりで、 Zoom でやり取りね結構月に数本はあったんだけど、なんか最近久しぶりな気がして、そこでねこの前動画をの企画を考えてて、あの思いついたんだけど、お仕事 Vlog 作りたいなと思って、そうこの動画を今日作るんだけど、お仕事 Vlog ってでも言ってもね、私 YouTuber をさせてもらってるんだけど、なんか編集してたり、それこそ動画撮ってたり、まああの企業さんと Zoom でやり取りしてたり、もうメールやり取りしてたりっていう、なんか Vlog にするような、なんか映像に残せるようなことではないなって思ったんだけど、でもなんか今私が YouTube をやる上で使ってる、まあ、機材だったり、あとは動画編集ソフトだったり、なんかサムネを編集するときに使ってるアプリだったり、あと音楽のダウンロードしてるサイトとか、なんか私が YouTube を始めるときにギュッて全部一気に知りたかったなっていう情報をなんかいろいろお届けしたいなと思って、もしかしたらいつもね見てくれてる方には全然もしかしたら本当に興味ない動画になっちゃったら申し訳ないんだけど、そう一本こういう動画があったら誰かのためになるかなっていうふうに思って作りたいなって思ったので、ちょっと今日はお仕事 Vlog ということでやらせていただきます。何から話そうかな。なんかね Q&A で募集しようかなと思ったんだけど、それこそさいつもあのインスタでね質問投げかけてこう答えてくれてる子たちに絶対興味なかった方の方が多いだろうなって思って、興味ないっていうか、なんていうの、質問をするほどのその感じはないだろうなと思って、動画見てくれてる子はいるかもしれないけど、そうそうそう、だからもうミーティングしてたからお香もお茶もないんだけど、今の私の現状を話させていただくと、完全にもうフリーランスで YouTuber をやってるので、なんかどっかに事務所に所属してたりとか、なんかマネージャーさんがいたりとかそういうこともなく、もう本当に完全に一人っていう感じでやっていて、なんか今まで長いことを YouTube やってるから、それこそ事務所に入らないかっていうお話とかはいただいたこともあったんだけど、もう私の場合どこかに属するっていうこととか、誰かに決定権を持たれるっていうことがそもそもあんまり好きじゃないというか苦手で、だからもう完全に自分でやろうっていう風にお話とかもさせていただいた結果、そういう風にしてるんだけど、それこそ私の規模でなんか事務所に入ったところで事務所にパーセンテージ持ってかれちゃうし、まあそうじゃない事務所ももしかしたらあるのかもしれないけど、なんかメリットがないなって思ったんだよね。だからまあもちろん事務所に入るメリットっていろいろあるとは思うんだけど、それも聞いた上で私の今の感じだとフリーランスでやる方がいいかなって思ってフリーでやらせていただいてます。なのでもう今最近もう本当 SNS 時代で、多分もう企業さんとかもいろいろいて、本当個人がこう広告をや、こう案件とかあると思うんだけど、こう宣伝とかいろいろしていく上で本当いろんなお話をいただいて、そこのやり取りが今すごい大変だなっていう風に思ってて、なんかそれこそ上げるスケジュールとか全部自分でやんなきゃいけないから、それがね結構頭でごっちゃになると気があって、そういうのがもともと得意じゃなくて、スケジュール帳埋まってるのがめちゃくちゃストレスになるタイプなの。めっちゃ暇が好きなのね。だからそれが結構今の悩みではあるんだけど、でも自分の好きなことをしてこう仕事になってて、でそれが少しずつだけど成長してってるっていうのが結構嬉しくて、今 YouTube を続けられてるんだけど、もうほんとさ今 YouTuber も多いし、まあ、TikTok もそうだし、ほんと動画で結構仕事してる人っていうのも多いから、私の動画を見てくれてること自体が本当に奇跡だと思ってて、それで仕事にもなってるっていうのは本当に嬉しいなっていうところなんだけど、そう、そこをやっぱやりたいなっていう人も多いんじゃないかなと思って今回の動画を作ろうと思います。
もう結構長く YouTube をやってるんだけど、ここ最近本当数ヶ月前、もう今年入ってからぐらいからちゃんと YouTube のこう数字とかを見るようになったり、なんかちゃんと向き合うようになって、っていうのもまあ YouTube 一本で一回やっていこうっていう風に決めたからっていうのもあるんだけど、それまでって完全にもうなんか自分中心というか、なんて言うんだろう、自分の自己満で YouTube をやってるみたいな感じもあったんだよね。多分気持ち的にもそうだし、そういう風にもうなってたと思うんだけど、最近はもう何かしらその一歩の動画で絶対に何かを得てほしいと思って、なんかメッセージ性でもいいし、まあ、何かしら参考になるようなことだったりっていうのを発信するように心がけていて、そうじゃないとただのなんか私の自己満のな動画に付き合ってもらうみたいな感じになっちゃうっていうのにやっと気づいて、そうちゃんと何かしら与えられる存在にならないとっていうふうに思ったのが最近で結構大きいことで、なんかそれまで本当に何も気づいてなかったっていうのもやばいんだけど、これだけ長いことやってて、そうでもそれって本当結構大事だなって思って、今更なんだけど、今までずっと見てくれた方には本当ありがとうなんだけど、最近の方がちゃんとメッセージ性もあるかなっていう風に自分でも思ってて、そういう動画を心がけて作ってます。そうだから今まではなんか自分のどういうコンテンツが人気でっていうのがそこまで ちゃんと分析してなかったからあんまり分かってなかったんだけど、最近はちゃんとこの動画がこれだけ人気でっていうのがさ、こうランキングで出るわけ、そういうのもちゃんと見たりしてなんか分かってきたりもしたんだけど、なんかちゃんと一本の動画で何をやるっていうのも一日のね、この動画だったりしてもある程度決めておいて一日を過ごすようにしてたりして、でも私の動画ってまあ家でのあの動画とかも多かったりするっていうのもあるし、まあそれが好きで見てくれてる方がいるっていうのも、まあ私は家で過ごすことすごい多いし好きだから、それがねコンテンツになってすごい嬉しいんだけど、そうでもある程度ちゃんとスケジュールを一日の Vlog でも組んでっていう過ごし方をして、人にちゃんと見せられる生活を撮ろうかなっていうふうには心がけてるんだけど、っていうのは多分 YouTuber さんみんなやってるとは思うんだけど、そこで使えるのが、これこの前も Vlog で紹介したんだけど、このフライングタイガーで買ったデイリープランナーっていうやつで、これね今まではこうある程度動画で何をするかっていうのは箇条書きでこう付箋とかに、普通のこういう付箋とかに書いてこうなんていうのチェックしてってたりしたんだけど、すっごく見にくくて、でこういうのがねとっても欲しかったの、こういう今日やることとかを書いたり、あと私ご飯系を結構あげたりするから、何をご飯作ろうっていうのもある程度こう付箋とかに書いてたりしたんだけど、もうぐちゃぐちゃになってすごく分かりづらくてっていうのが、これでねめちゃくちゃまとまるから、まあ、これじゃなくてもねもちろん全然いいんだけど、なんかある程度自分の中でちゃんと決めとかないと結局何をやればいいんだろうっていうのが結構分かんなくなっちゃうタイプだから、こう書いてちゃんと整理して何かをするっていうのはすごくいいなって思っていて、私の今日のねこの、 あのお仕事 Vlog のもちゃんと何を紹介するっていうのを全部書いてたり、そうそうそういうプランをある程度立ててやるっていう風になりました。前は全くしなかったの、もう1日もう今日は動画撮ろう何を撮ろうみたいなで、結局なんか微妙な感じになってボツみたいなのとか全然あったから、そういうのがないようにもうしようっていう風に決めて今はやってます。やばめっちゃ目痛いんだけど、ここでここからはちょっと私の使ってる機材だったりそういうのを紹介していきたいと思うんだけど、私はもう完全にゆるい Vlog を撮る人なので、そういう人に向けての動画になるから、なんかがっつりエンタメ系をやりたいですみたいな感じだと全然カメラとかも参考にならないだろうし、もっとあの本当 YouTuber っていう感じの人はいいものを使ってると思うんだけど、私みたいな感じでやりたい人っていう向けに作っていきたいなと思ってるので、そういう方にぜひ参考にしてほしいんだけど、まずそうだね、カメラとか紹介しよう。カメラは定期的に聞かれるんですが、このキャノンの G7X Mark II っていうものしか使ったことなくて、これ2台目だから、今ね撮ってる、カメラもそうなんだけど、これはねもう壊れちゃって、これ1台目の子で、これと全く同じものをまた壊れても新しく買って使ってるっていう感じになります。でまたね新しいこのキャノンの G7X シリーズが出てると思うので、それもねすごいいいと思うんだけど、私も次壊れたら次は新しい
バージョンにしようと思ってる。もう私が YouTube を始めた時からこれがあるってことはかなり前のカメラだと思うんだけど、それでも全然なんか私的に困ってはなくて、なんかすごい背景をぼかしたいとかすごい広角で撮りたいとかそういう人には向いてないとは思うんだけど、とにかく操作が簡単です。もう何も設定しなくて、もう私の顔にこうピントが合うようになってくれるっていう設定だけで撮ってるんだけど、本当そういう機材が苦手な人とかでも使えるカメラだと思います。あとはとってもこのコンパクトなので、こう持ち歩き、本当 Vlog をやってる人とかにはすごいいいと思うんだけど、こだわってる人とかはこうマイクをつけてたり結構大きいカメラで撮ってる人も多いかな。なので映像にこだわりたい人にはそんなにおすすめではないけど、ある程度こう綺麗に撮りたいなっていう人にはすごいおすすめです。私は海外の Vlog を撮ってる人が、最初私が YouTube を始めた頃はこのカメラをみんな使ってたの、本当。だから私もそれをこれを選んだっていう感じです。であとはこの三脚類も、4個メインで使ってるものがあって、ちょっとねこの三脚だけはかなり多分前のもの、パパがくれたやつなんだよね。だからもう何十年前のものとかな気がするから、ちょっとこれはね多分リンクとかないと思うんだけど、これがジョビーっていうゴリラポットっていうのかな、このねすごい足がくねくねして結構いろんなとこに固定できるよっていうものなんだけど、これは外撮影とかあと料理の時とかのちょっと低い画角の時に使えます。でも料理の時はね結構こっちの方が多いかな。あとは最近も iPhone のカメラの性能が良すぎるので、全然私も外撮影の時 iPhone で撮影したりするんだけど、こう iPhone のなんていうんだっけ、マグセーフでこうくっつく三脚、これめちゃくちゃ使えます。これもちょっとちっちゃいから固定したりはしにくいんだけど、普通にこう持って撮影する分にはすごく使いやすいので、このねマグセーフめっちゃいいよ。ただちょっとねこう衝撃与えてこう落ちちゃった時が怖いなっていうふうには思うんだけど、そんなに人がいないところで撮影する分にはいいかなって思います。めっちゃいい。こう撮影するのってやっぱ難しくて、こうね結構ブレたりするんだよね。だからこういうのがあるだけで全然違う。であとはメインで使ってるこの三脚になります。これがちょっとここにねシール貼ってるんだけど、なんかねこの突起物が邪魔で、私のねカメラが多分ちっちゃくてこの固定するとこいらないから邪魔でこう貼ってなくしてるんだけど、こんな感じでもっとねでかくもなるし、あと一番私のこれの好きな点がこう、ここでね回して調節ができるの。だから足のさここだけでガッて伸ばしたり縮めたりするやつって一個の幅がでかすぎて、まあ調節できるんだけど若干こう傾いたりするので、全部を同じ大きさにするのが難しくて、それがなくこうちょっとの調節、ほんと数センチ顔をもうちょっと下に見せたいなっていう時にこれで調節できるのが本当に良くて、これねめちゃくちゃ愛用してます。これがもうメインで使ってる三脚になります。これねなんか電気屋さん行くとこういう三脚、まあもっとしっかりしてんだけど本当何万ってすんの。だけどこれは数千で買えたかな、楽天で買えて、私はこれで全然使えるのでこれでやってます。あとはこれも欠かせないね、このリングライトになります。ここでねちょっと明るさの調節とかもできたりするんだけど、明る目痛くなりそう。 Vlog 結構メインでやってるから Vlog の時はあんまり使わないで、まあたまに夜使うかなっていう、リビングの撮影の時とかめんどくさいからもう持ってかないで結構自然光で撮ること多いんだけど、なんか iHerb の購入品とか、なんかこの部屋で撮る時なんか喋りメインでやる時はこれを使ったりします。あとメイクの動画とかね、これはねAmazon で結構前に買って2話っていうのかな、ちょっともう今売ってんのかわかんないけど、電気屋さんとかにあるやつとかではなく、多分中国製とかの安いやつだけど、私はそんなになんか違和感なくずっと使えてて、1台目がこう確か電気をこう取り替えるタイプだったの。だから電気がなくなっちゃったらもう電気を交換しなきゃいけないみたいな感じだったから、それが結構面倒だったりして、今はこうコンセントで電気を流してくれるタイプなのでずっと使えるから、もうこれ何年も使えてて、もし買うならこう電気取り替えるタイプより私みたいにこうコンセントの方が圧倒的に使いやすいとは思います、私的にはね。そしたら次に私の使ってるパソコンだったり、あと編集ソフトだったりっていうところらへんを紹介していこうと思います。まずパソコンが MacBook Pro
になります。で MacBook の場合こう USB だったり SD カードっていうのが挿すところがないので、こういう別売りのものを買ってこう挿して使ってるっていう感じで、これも使ってます。で編集ソフトがこの Final Cut Pro、これが最初 2,3 万したかなするんだけど、でももう一生サブスクとかじゃないから使い続けられるので、全然長いことやる分には最初からあった方がある程度編集はやりやすいかなと思うので、私は買ってよかったなと思います。でこのフォントが結構デフォルトだとあんま可愛いのないので、私はこのダフォントっていうサイトをネットでこう調べると出てくるんだけど、ここで自分の好きな書体とかを探してダウンロードをして、使ってるっていう感じになります。であとは動画用の音楽をこうダウンロードしてるサイトがエピデミックサウンドっていう、ちょっと登録をしてサブスクなので15ドルとかだったかな、毎月今のレートだと2000円前後で使えるサイトにはなっちゃうんだけど、なんか私の場合 Vlog 系の YouTuber なので、エンタメ系の方で日本だと結構フリーの素材で結構決まった音楽を使ってる方も多いんだけど、私は Vlog 系でおしゃれ系な BGM が欲しいので、なんか無料のだとすごく限られちゃってて、あとはやっぱ有料の方が全然クオリティが高い音楽だったりもするので、私はこの有料のサイトで音楽をダウンロードしていて、かなりたくさんの音楽、もうほんと探しきれないぐらいの音楽があるし、あとは効果音とかもほんと信じられないほどたくさんあるので、なんか Vlog 系の方は音楽がすごい重要になってくると思うので、有料のやつを登録してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ最初は私もね無料のやつ結構試したりしたんだけど、後々なんか著作権がダメですよみたいな感じでこうなんか審査に引っかかっちゃったりすることがあるの、なんか1年後2年前の動画がとか、だからそういうのが嫌だったりするから、もう今は有料で全部やってます。であとは私が使ってる、サムネを作る時のアプリがこのフォントっていうやつと、あと、色味の調整だけはこの VSCO でやってるんだけど、このフォントっていう方がこう切り貼り、まあ、切ったりはできないか、貼る、もうコラージュがすごくやりやすいので、こう動画内で使えそうなとこを写真としてこう残しておくんだけど、それを切り貼りするっていう感じで、これはね背景を iPhone でね簡単に抜けるから、抜いたものとかもこう貼ったりして作ってるっていう感じで、あとは文字入れもこれでできちゃうので、ほんとこれだけで、あとは文字入れをするっていう感じで使っています。なので iPhone じゃない人はもしかしたらこのこう背景を透明にするのが、もしかしたら機能がなければ背景透明化っていうアプリとかを使ってやるっていう感じかな。このフォントっていうアプリはめちゃくちゃ使えます。こんな感じで一通り紹介できたかなとは思うんだけど、もしなんか紹介しきれてないとこだったり、ここが知りたいっていうことがあればコメントとかで教えてもらえれば、私が分かる範囲でお答えできる範囲でならお答えできるので、そうしてもらえることでこの動画のね価値がもっと上がっていくと思うので、ぜひなんか質問とかあればください。でもなんか YouTube の始め方だったり、なんかもっと大きいところでなんか Google とかで調べて分かるようなことだったりはそっちで調べてもらえたらと思うんだけど、私の動画スタイルでなんか聞きたいこととかあれば聞いてもらえればと思います。今日の動画はちょっとターゲット層を絞りすぎちゃってて、いつも見てくれてる方には本当つまらない動画になっちゃったかもしれないんだけど、多分ね見てくれてる方もいると思うの、本当にいつも見てくれてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったよって方はグッドボタンだったり、あと応援してるよって方はグッドボタンをもらえると嬉しいです。チャンネル登録ねまだしてない方もぜひお願いします。ということでバイバイ。また次の動画からはいつも通りVlog だったりを撮っていくので、ぜひまた見に来てください。バイバイ。